日本航空のレソチャ塗装のボーイング747から 300SR 型機、リゾッチャは日本の航空会社、日本航空が1994年から2008年まで行っていたリゾート路線キャンペーンの名称。スーパーリゾートエクスプレス沖縄塗装のボーイング747から 300SR 型機1994年6月3日に。 日本航空のリゾート路線キャンペーンとして発表され、翌6月4日に、ホノルル線に乗った時から、リゾート気分をコンセプトにした、スーパーリゾートエクスプレスと呼ばれる特別な機体塗装、機内装飾が施された、ボーイング747が就航した。なお、客室乗務員も、アロハ調のブラウスを着用して、機内サービスに当たった。キャンペーンキャラクター、 リゾッチャ王国国王、太平洋ちゃんなどのデザインは、テレビ番組、タモリクラブなどで有名なイラストレーターの安在、はじめが言った。同年10月よりグアムとサイパンへも就航が決定、合わせてオーストラリアへの就航も開始された。翌1995年4月には、スーパーリゾートエクスプレス沖縄と呼ばれる。 特別塗装が施されたボーイング747から300型機が沖縄便に就航。1996年10月には特別塗装機の就航こそなかったものの割とお向けのリゾッチャクボンブックキャンペーンが開始された。また同時期に当時父親が日本航空に勤務していた女優の木村吉野が初代ミスリゾッチャに任命されるなどまさに 日本航空が全力をかけたキャンペーンとなった。ジャウルウェイズのレッソチャート層の747から 300SR2007 年1月14日、羽田空港にて撮影その後、グアムとホノルル線を系列会社のジャルウェイズが担当することになるなど、社内外の状況が変わったこともあり、2000年2月9日をもって第一期の活動が終わり、サービス路線やキャンペーンキャラクター、 キャッチフレーズや機体塗装などが追加、変更されることになった。なお、新しいキャラクターは、ドイツのデザイナー、マイケル・バルタロスが担当している。しかしその後、コスト削減の観点から、リゾッチャブラウスの着用自体が廃止された上、 2002年の日本エアシステムの九州合併以降の塗装変更や、ボーイング747から200型機や、マクドネルダグラス DC-10 型機の引退、ボーイング747から300型機の売却に、伴い特別塗装機が姿を消すこととなった。また、収益性の低い地方発のホノルル線やグアム線の廃止、成田空港や関西国際空港などの、 機関空港を含むすべての日本発のサイパン路線の廃止など、収益性の低いリゾート路線の相次ぐ廃止を受けて、キャンペーン向けの機内サービスは継続されていたものの、サービスの導入から10年以上経過し、顧客の思考と乖離してきたことから、2008年5月をもってサービスを終了した。特別機体塗装、内装を施した機体の導入のほかに、割引クーポンなどが入った。 リゾッチャクーポンブックの配布や特別な機内食、ランチボックスやハンガー、ビーチボールなどのプレゼントキャンペーン、リゾッチャビンゴと呼ばれる機内ビンゴサービスなどが行われていた。なお、客室乗務員のユニフォームは1996年10月に制服が変更されたことからリゾッチャブラウスも新バージョンに変更された。特別塗装はボーイング747から200。 300型機と、マクドネルダグラス DC-10 型機に施されていたが、ボーイング747から300以外の機材は、機体年齢が20年程度の旧型機材であったことから、一部からは、老朽機材の化粧直し、さらには、ボロッチャなどと、揶揄されていた。1980年末頃の、大阪国際空港にて撮影本キャンペーンにより、 前にも日本航空は当時のドル箱路線の一つであった東京ホノルル線で道路線向けの専用機を運行していたことがある。1981年に導入されたボーイング747から200バイトのうちの2機はオールエコノミークラスの仕様で導入され東京ホノルル線の専用機アロハエクスプレスとして運用された。この2機は機種部分にハイビスカスの花と アロハエクスプレスのロゴをマーキングし、外観上も他のボーイング747型機と区別されていた。1983年にはビジネスクラス30席が設けられ、オールエコノミークラスではなくなっている。この2機は1990年代に新塗装となった、後もホノルル戦専用機として運行され続け、後にリゾッチャ特別塗装機となっている。ありがとうございます。